お前が立派な王様になんかなれるわけないだろ。耳も聞こえないし口も聞けないのに。お前は本当にバカだな。俺はこれからどんなことがあってもお前の味方になりたいんだ。大丈夫よ、あなたは強い子。たくさんの嫌なことを乗り越えていける。そして世界一立派な王様にならなきゃね。お前は前の王妃の忘れ形見だ。可愛くて仕方がない。しかしわしの亡き後、この国のことを思うと心が痛い。どう兄上は、少しは強くなった？え、ちょっと手合わせしてみたいんだけど。さあ、来たねえぞ兄上。あなたの旅を許可します。ただしこの二人を共につけること。一人はソードマスターのドーマス、もう一人はなんて言ったかしら。いくら避けるのが卓越していても、探検さえ振る力がないこの方には敵を倒すことなどできない。かわいそうなお方だ。おっさま、どこへ。カバンはどうされました？もしかして盗まれたのですか？誰に頼まれて誰を殺しに来たんだ？答えなければ今度こそ。ダイダ様の考えとは思えん。魔法の鏡に何を吹き込まれたのか。私はボッジ様を王にする。ダイダ様、ご覚悟。このお声は、まさかミランジョ様ですか？それをお飲みになればボッス様の力が手に入ります。世界最強の力が。私はミランジョ。アピス、お前を変えてやろう。力なんてなくても私たちにはね、いろんな可能性があるんですよ。大丈夫、あなたは強くなれますよ。誰よりも。お前ボッスの息子か。ボッスは死んだそうだな。王には無能な兄に代わって弟がなったそうじゃないか。悪い予感。ヒリング様、王様ランキング協会の審査員が現れたそうです。ボス様が亡くなったことで新たにランキングをつけに来たの。